今日は7月7日ということで、今日はね七夕なんですよね。金曜日、花金で七夕ということで、7月7日、小暑、二十四節気の小暑、夏が本格化する頃ということでね、小さく暑いとありますが、まあ、今日ね猛暑となるところもあるから全然小さくない、少々本当に暑いよって感じですよね。ただこちらね寒中お見舞い送る時期でもあるそうですよ。もうそんな時期ですね。一人暮らしの家には届かないね、届かないけれども、皆さんね、なんか送るご予定ある方などは準備などもされた方がいいかもしれませんけれども、では早速ですが今日のお天気ニュース見ていきましょうか。あ、まずは失礼しました、空ミッションから見ていきましょう。このね7月7日七夕ということで、二十四節気の際にはこういった空ミッションが、季節感を聞く空ミッションがあるんですよね。こちら空ミッションから今の季節感はということで、二十四節気小暑とありますね。こちら長野県和歌穂さんのお写真、ひまわりだ、すごい。そう、その次には大暑がやってくるんですけどね、今でも大暑な気がするっていうぐらい暑い今日ですけれども、寒中見舞いを出す時期になるという、あ、失礼しました、なんで私、すごい寒くなってた、やだやだ気持ちだけではね寒く痛かったのかな、やだ、なんで私ずっとごめんなさい、寒中寒くない寒くない、しかも1回だけじゃないですよね多分言ってたの、結構全く気がつかなかった、失礼しました暑い方です、教えていただきありがとうございます、そうそうそう寒くならないです、ごめんなさい失礼しました、そう今の季節感、私がね変になってますよね冬はないですもんこの空ミッションにも夏メイン、梅雨か夏かということで4択でご選択いただいて送信いただければと思います。そしてお天気ニュースチャンネルにはこちらね、二十四節気についての記事が投稿ありました、こちらですね、二十四節気の投稿ありますので、ぜひアプリから詳しくご覧いただければと思います。どうして七夕なの気になる、勝者の頃に咲く蓮の花、夏祭りや花火大会、浴衣を着る、あー着たい、いいですね、酷暑、いろいろありますので、ぜひこちらご一読いただければと思います。